2月20日月曜日、しゃべくり松代の時間です。今日は朝から一日雨が降って、まあ、今も降ってるんですけれども、今夜から明日にかけてはどうやら天気予報では雪マークも出ているようです。いつも元気な、我が松代テレビ局の代表宮坂さんも実は今日はインフルエンザでダウンしてお休みでございます。お酒の殺菌力もちょっと残念ながら効かなかったようでございまして、まだまだ寒い日が続きますけれども、皆さん元気を出して いきましょう。はい、さて、第330回しゃべくり松代のゲストは、江戸時代から続く伝統芸能の地唄舞を習っていらっしゃいます白沢八代さんをお迎えして、舞に魅せられてという題しまして、地唄舞の魅力について伺いたいと思います。白沢さん、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。ではまず白沢さん、もともと松代ご出身なんでしょうか。ですね、隣の県の群馬県安中市です。すぐお隣です。あの、はい、よく聞くあのあれですね、かか殿下とからっ風っていうやつですね。そうですね、本当に風が強いところです。あ、そうなんですか。はい、かか殿下の方ももしかしたらっていう感じでしょうか。ちょっとわかりませんけれども、ご想像にお任せいたします。わ、かりました。普段はお仕事何をされていらっしゃるんでしょうかね。はい、ですね、あの介護の仕事を少しやらせていただいてます。というのは、あの主人の母が100歳まで長生きしまして、あの、そうですか。はい、あの介護の経験がありますので、それをあのやらせていただいてます。あ、そうですか、素晴らしいですね。はい、いやいや、ないですけど、ね。はい、でもやりがいのある仕事です。あ、そうですか。はい、とじゃあ、ま、地唄舞の他に何かご趣味はあるんでしょうか。はい、あの学生時代からね、ソフトボールが大好きでね、あの東城フラワーズというママさん、可愛らしい名前ですね。ママさんソフトボールを40歳頃までやりましたでしょうか。あ、そうですか。本当にその頃みんな若かったですね。はい、頑張ってやりましたね。はい、あのあれですか、ピッチャーかなんかやられてたわけですか。そうですね、ピッチャーをしたり、それから一塁をしたり。そうですか、すごいですね。楽しかったですね。他には何か趣味あるんですか。もちろん旅行ね、いいですよね。旅行、はい、旅行とか演劇を見たり。演劇、見たりですか。見たり、少々やります。やる方もですね。少しですね。あ、素晴らしい。少々やります。はい、はい、見るからにね、控えめそうなおしとやかそうな白沢さんなんですけれども、意外に多趣味で、ずいぶん活動的な感じでいらっしゃいますね。そうでしょうか。はい、はい、ではあの前置きはこれぐらいにして、はい、本題の地唄舞についてお聞きしたいと思います。地唄舞っていうのはちょっと耳なじみがないんですけれども、いつ頃のどんな、あ、いつ頃からね始まった、どんな舞なんですか ね。あの私もまだ駆け出しでね、あのわからないことばっかりなんですけれども、今回こうちょっと調べさせていただいたり本を読んだりしたところによりますと、あの上方舞っていうんですね、地唄舞は。ですから関西を中心に江戸中期頃から栄えたそうです。それであの江戸のこの歌舞伎舞踊、華やかな歌舞伎舞踊に比べて、お能の方から地唄舞が来てるという、能から、はい、お能の、そうですね、来てるということで、本当にあの静かに舞うんですね。心の中からものを、それを表現していくという感じでしょうか。まだね、ちょっとまだわかんないんですけれども、あのよくね、時代劇でお座敷でね、こうお三味線で踊ったりされてるのが、シーンが出てくるじゃないですか。あれとはまた違うんですかね。関西、あ、昔はね、そうだったんでしょうね。ちょっとそこまで詳しく調べてないんですけれども、髪型のシーンだったらそうかもしれないですけど、はい、ね、あのでもあの舞妓さんなんかは絨毯の上で、あの回ってますね、あのお座敷でもね。はい、今は、まあ、だからそういうお座敷というよりも、あ、もちろん大きな舞台でも、あの東京とかね、関西ではやってます。はい、まあ、芸能としてもうそういう確立、そうですね、芸術としてもうそういう確立されてるということですかね。はい、そう、それでどんな風に実際踊るのかね、ちょっと騒ぎをこう見せていただき、ね、まだそれでも皆さんわからないと思うので、そうです
かそうですね、あのね、牛玉って絶対派手じゃないんです、うん、本当に。だから ただ手を出すだけなんですね、うん、でもその先には何があるんだっていうことを見てる方に想像していただくということなんですね。ですから、あのそれにはお腹に力を入れて、それから心の中からずっとその思いをこの手の先の方まで持っていくということでしょうか。なるほど、はい、それとこう地歌前の皆さん何でもそうなんですけど、悲しみとか喜びとか辛さ、それからこの指の先にはそうですね、そういうものを愛しい誰かがはいはい、そういうことですねいたりするかもしれない、それもこう見てる人に伝わるようにということですね。そういう思いを込めて、はい、回らなくちゃいけないということですね。その先ほどがちょっとちらっと出てた歌舞伎舞っていうんですか、日本舞踊との違いっていうのもちょっとこう、はい、見せていただけますか。はあ、難しいですねとっても難しいですね。そうですね、あの何しろ華やかですね、日本舞踊っていうのは、はい、とっても華やかで、体をもうたくさん動かして、もしあの刺すのでも刺すっていう感じでやってるんじゃないでしょうか。ちょっと難しいんですけどそれで楽しい時はもう本当に気持ちを込めて、楽しいっていう気持ちをあの体で表現すると。そうですね、体で表現、まあ、もちろん地歌もね、嬉しいっていう表現もあるんですけれども、絶対顔に出しちゃいけないって言われてます ね、はい、それをいかに訴えるか、心にこう溜めて、そうなんです、心で表現するのが地歌舞っていうことですね。そんな地歌舞をですね、やろうと思ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか。はい、あの小さい時からあの踊るのが大好きだったんですね。それで日本舞踊の方は20年ぐらいしたんですが、あのある時あのテレビで竹原ハンさんという方、はい、その方はもう地歌舞の第一人者なんですけれども、あのその方を見てすごく感動したんです。ということは、なんであんな静かに回っているのに、なんでこう訴えるものがあるんだろうということで、それはちょっと地歌にやってみようかなということで、なんか心に響くものがあったんですね。はい、そうなんですね、そうなんですね、そうですか、はい、テレビがきっかけだったということなんですね。日本舞踊は、20年されて、絨毯の方はどのくらいになるんですか。10年ぐらいです。あ、そうですか。やっぱりね、10年しないと絨毯舞は人様に見せられるような状態にならないということをお聞きしたんですけれども、はい、本当にそう思います。それで10年経って、はい、そうですね、回せていただきました。はいはい、あの今月の、ね、4日の日なんですけれども ね、はい、私の、ところの施設のね、布袋屋で、はい、実は地歌舞と雅楽の夕べということで、舞を踊っていただきました。その時の様子がこちらになりますけれどもね、10畳と10畳、20畳の、まあ、狭い空間ではあるんですけれども、30人ぐらいの方が見に来てくださって、こちらで、踊って前を待っていただきました。その前にね、山本さんの手作りの美味しい甘酒をあの皆さんに飲んでいただいて、とっても好評でした。あの前とね、合うようにね、そうですね、塗りのね、こう、そうですね、あの素晴らしいお椀に、ね、出していただいてありがとうございます。それをね、ちょっとこう、この前にね、気持ちを添えてっていうことですけれどもね、素晴らしいね、とても良かったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。それで、ですね、傘をね、ちょっと、小物に使って踊っていただいたんですけれども、そうですね、小物を使っていただいて、あと三味線ね、生歌でね、あの踊っていただいたんですよね。ただ三味線だけでも合うんですね、この方が歌ってくださいって。だから本当に静かな感じですよね、歌ってね。とても良かったです、はい、生でね、聞いて間近でね、見れてね、とても良かったです。立ったり座ったりね、結構あの静かなんだけれども、動きは意外とありますよね。はい、
はい、そしてあの雅楽、地唄舞と雅楽の夕べということでね、雅楽の方たちにも来ていただいて、はい、少しこう、こうコラボもしていただいたんですよ ね、 そうですね。ちょっと去っていく時に、はい、雪のこうシーンがあるんですけれども、そこに雅楽のショーですね、ショーとあとお三味線の音と ね、はい、そうですね、これ提案をね、白澤さんの方で提案してくださってコラボしたんですけれどもね、とても情感が出てて ね、 良かったですよね。雪の中にこう寂しく女の人が去っていく情景が、うん、出たかなと思いつつ、出てました出てました、はい、とても良かったです。はい、でこれをね、あのやろうと思ったきっかけっていうのは何だったんですかね。あ、ごめんなさいね、地唄舞、あ、そうですね、やろうとしたかっけばね、やっぱりなんて言うんでしょうか、素晴らしいところでやりたいということと、それからすぐ前にね、お客さんがこの、いるんですよね、はいはい、それでね、もう本当に初めまで戸惑ってしまいました。どうしたらこの世界の中に入らなくちゃいけないんだろうということでしたんですけれども、無表情なんですね、地唄舞はね。だからこそ見る側がその物語をその人に投影して描いていってほしいと、でその一体感みたいなのが表現するのが地唄舞の素晴らしいとこじゃないかと思うんです、はい、それがホテヤでやるのにちょうど良かったってことですかね。狭い、狭いってことか狭さが良かったということですねということなんでしょうか。わかりました、はい、そうですね、はい、じゃあ地唄舞を、今までねやってきて良かったこと、はい、どんなことでしょうかね。そうですね、やっぱりね、近くにいてもその私が舞をやってるの知らなかった方がたくさんいたんですけれども、松代でやるということで見ていただけてよかったです。それでね、まあ本当お恥ずかしいんですけど、ある方が指先にまで思いを込めてね、こう表現できる地唄舞ってすごいですねって言ってくださったんですよ。なんかそれがとっても嬉しかった、まだ未熟ですけれども嬉しかったです。それと地唄ってやっぱり全身を使う、先ほどもね、立ったり座ったり、ね、止まったり、はい、そうなんです本当に立つのもゆっくり立つし、座るのもゆっくり座っていくんですよね。だから筋力、腹筋、それから足、腰、すごい運動になると思うんです。ですからヨガとか太極拳と同じような、なるほど、健康に素晴らしい、体にいいと思います。あ、そうですか、はい。もう一つ手前味噌なんですが、ですから私片足で2分ぐらいは両足、片足でも片足でできるんですね。立てられるんですか。 あ、すごいですね。私多分2分は無理だと思いますけどね。でもちょっと後でやってみたいと思います。やっぱりそういうこともね、これをやってるおかげかなと思いますね、はい。じゃあこれからの目標といいますか、ありましたら、ね、ぜひお願いします。自分を表現するっていうことはね、やっぱり皆さん小さい時からこうね、表現をしたり、みんなそれは自分自身が持ってるものだと思うんですね。で皆さんそれぞれ違うけれども、ある人はお習字をしたり、それから手芸をしたり、絵を描いたり、私の場合はたまたまこの舞うということが大好きだったので、だからこれをずっと頑張って続けて、そうですね、続ける限り、はい、続けて、はい、ちょっとやはりね、皆さんとこう触れ合ったり、お友達ができたり、はい、でやっぱりで今回もね、こう山本さんと知り合いになれたということで、やっぱりそういうことってこれからね、とっても大事なことだと思いますね。はい、わかりました。であとちょっと、本当はいけないんですけれども、近々公演の予定もあるそうなので、はい、ちょっと宣伝も、ですね、6月の3日の土曜日なんですけれども、北野文芸座で回せて
ただきます。でも広い舞台なので、どれだけ表現できるかとても心配なんですけれども、はい、でも、まあ、お近くの方もね、遠い方もよかったらお足を運びいただきたいと思います。地唄舞など、ね、古典芸能というのはあまり一般的には馴染みがないと思うんですけれども、日本人の、ね、DNA が流れている限り、私は懐かしさとか、まあ、味わい深さとかを、ね、感じると思うんですけれども、芸能そのね、古典芸能っていうのは日本の伝統文化としてぜひ、ね、絶やさずに、ね、継承してくべきものだと思ってますのでね、大きな舞台やホールでやることも、はい、まあ、もちろん芸術として認識してもらう上では大切だと思うんですけれども、ぜひまた今回の、ようにね、身近な場所で間近な舞を見せていただくような足元の、ね、活動をぜひこれからも続けていっていただきたいと思います。どうぞご活躍、素晴らしいお祈りしております。ありがとうございました、はい、まだまだね、たくさんお話伺いたいところですけれども、そろそろお別れの時間になりましたので、本日は地唄舞の演舞をやっていらっしゃいます白澤初代さんをお迎えして、パーソナリティ山本香織がお伝えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではこれから予告を三田さんにお知らせしてもらいます。ですね、宮坂代表がね、先ほど言いましたけどインフルエンザっていう、ね、いいか体格してるんだけどちょっと負けてしまいましたね、はい。今年もですね、町ゼミっていうのをちょっとやってまして、今現在やってるんですけどもね、まあ、まだまだ申し込みっていうのがありまして、これぜひね、申し込んでいただければありがたいなというふうに思います。直接ですね、各お店のところへね、予約いただければ、参加いただけるかなというふうに思いますので、ぜひ参加していただければいいかなというふうに思います。今何割ぐらい、ちょっとそれはもう各お店で分からない、分かんないんだけどね、まあ、これも商工会議所でね、一応やってますので、はい。それからですね、3月3日から4月3日まで真っ白でひな祭りっていうのをね、やってます。これからですね、流しびなをですとかね、ミニひな作りっていうのもやりまして、それから、今度は別に3月3日っていう形ですね。3月5日がですね、流しびなをやりますね。増山神社で祝詞をあげていただいて、川に流すっていう形ですね。これもまあ、予約制ですんで、またちょっと、やってますね、はい、ぜひご参加いただければなというふうに思います。それでは、来週の331回のしゃべくり松代なんですけども、はいね、はい、これもね、宮坂さんやっていただけるんですけど大丈夫かなと思うんだけど、そうですね、1週間後だから ね大丈夫そうです、ね、はい、そうですね、はい。まあ、これね、豊坂小学校の教頭先生、ね、伊沢先生に来ていただいてね、なんか豊坂小学校と、ね、台湾の学校と、はい、交流があるっていうので、その交流についてお話ししていただくかなっていう形です。この前もそんな、ね、交流の話ちょっと、うん、そうしましたけどね、前の先生に、ね、はい、ありましたけど、はいはい、またちょっと、ね、変わったあれだと思いますので、はい、まあ、ぜひまた見ていただければありがたいなというふうに思います。それではまたこれで来週しゃべくり松代、はい、よろしくお願いします。楽しみに。